どうも、なんとか重工です。よろしくお願いいたします。本日あざす。えらい重たいの頼んだな。そうっすね。ほんまに頼むで。はい、やります。あざす。本日の動画なんですが、こちらの、バイスがあるんですが、バイスを機械のテーブルに固定するために、こういったクランプというものを使用するんですが、汎用的なクランプで固定しておりました、なんですが、こういう専用のクランプを用意していきたいと思います。で、こちらの SS400 の塊を切り出して削り出して、製作していきたいと思います。 PSF550CNC ではこういった鉄の切削はまだやったことないんですが、どういった感じの切削管理になるのか楽しみです。というわけで材料をバンドソーでカットしていきたいと思います。こういったカットはグラインダーよりもバンドソーの方が圧倒的に向いてます。ある程度自動で切れていきます。切断している間はちょっと暇だったので購入したものを開封していっています。切り子を掃除用に掃除機買いました。マキタです。そのうちに組んで使っていきたいと思います。切断した材料の表面を整えていく 6F という作業を行います。6F を行うことでそれぞれの面の90度も出していきます。機械加工における準備みたいなもんなんですが、現在手持ちの工具であんまり 6F 作業得意ではないなという感じです。薄くたくさん切り込んでるので刃持ちがちょっと良くないです。深めに切り込みたいところですが、モータートルクと機械合成からちょっと無理があるので薄くしか削れないといった感じです。なので無理して 6F 作業をここでやるというよりかは、もう材料を購入時点で 6F 作業してもらっていた方が早く安いというようなことになるんじゃないのかなと思います。面削を行った際に側面の方も削っております。この削った側面をパラレルブロックに当てて、また改めて面削を行っていきます。6F が終わりましたら穴あけ加工をしていきたいと思います。こんな感じでストッパーに当てて加工していますので、1決めが比較的楽に進められます。使っているワークストッパーはそこら辺に転がっていたただの板です。そのうちに小増しなものも用意していきたいと思います。センター穴を開けた後は11杯の切りで穴を開けていきます。ザグリドリルで加工すれば早いんですが、ザグリドリル持ってません。というわけでハイスエンドミルでヘリカル加工ザグリを作っていきます。今回使用いたしますエンドミルはトータイムというメーカーさんのエンドミルです。43度と46度の不等リードかつ不等分割でビビりにくいタイプのエンドミルです。ご覧のようにシャンパンゴールドのコーティング、価格は会員登録をしていれば約3000円と激安のエンドミルとなっております。この手の工具には珍しく中間業者がいないので非常に安い価格設定となっております。基本的に切削工具の購入販売となると商社が絡むので、販売サイトにあります業界の嫌われ者と呼ばれた工具メーカーというのはこの直販というシステムが良いんでしょうか。購入する人間にとっては安い方がありがたいに変わりはありませんので、興味ある方は概要欄のリンクを貼っておきますので、もしよければ見てみてください。というわけで加工をしていきたいと思います。加工方法なんですが、Fusion 360で負荷制御加工、こんな感じのパスを出していきたいと思います。動きといたしましてはこんな感じで、薄くジグザグとアップカットダウンカット両方とも使って加工していきたいと思います。さすがは不等分割不等リードということでビビりはなく、まあ、比較的安定的に削れているように感じます。ダウンカットの時で径方向 0.3mm の切り込み、アップカットの時で径方向 0.2mm の切り込みで加工しています。今 Z 深さは 15mm ぐらい、切り込んでます。カタログの推奨加工条件は S4180、F510 なんですが、現在加工中の条件は S3000、F600 となっております。この加工条件の変更は刃物にとってちょっと厳しめの条件変更になってます。回転数が落ちていますので、切削速度が落ちています。切削速度が落ちているということは、設計で設定された切れ味が出ていないということになります。そして回転数が落ちているにもかかわらず F 値は上げておりますので、刃当たり送りが上がっていますので、ちょっと負荷が大きくなる方向に動いています。なぜそのような条件設定になりますかと言いますと、 PSF550CNC では最高回転数が3500回転となっておりまして、カタログ値での回転ができません。加えて時間がかかっちゃうのが嫌だなということで、わがままですが F 値上げさせていただきました。刃当たり送りの想定は100分の 5mm となっております。はい、というわけで加工終了です。加工終了後のエンドミルです。6個の段付け加工を粗仕上げともに1本のエンドミルで加工しきりました。そこそこやれた感があります。こちらが1個目に仕上げたブロックですね。まあこんな感じの仕上がりとなっております。はい、こちら最後に仕上げたブロックです。1個目とそれほど大差のない仕上がり感です。バリも1個目と大差ないぐらいの出方となっております。これ手仕上げとかしてないです。最初と最後2つ並べてみていきたいと思います。仕上がり感それほど大差ないです。角、ピン角ですね。ピン角も両方ともきっちり出てるっていう感じです。まあエンドミルの角のところは特に、まあ、ダメージそんなになかったですね。側刃の方がそこそこやれてたので、まあ、制作条件のちょっと詰め方は大事かなと思います。最低でも刃当たり送りは落とさないといけないかなって感じです。はい、というわけで、難なく鉄も削ることができました。そもそもなんでこのクランプを作りたかったかと言いますとですね、今までこの手持ちのバイスを固定するのにですね、こういう汎用クランプを使ってたんですけど、まあ、結構背が高くて干渉しやすそうだったんで、ちょっと嫌だなと思ってたんで、この、まあ、低くクランプできるやつを作りました。で、こちらの、まあ、設計なんですけど、こちらのバイスに付属していたこちらのクランプを参考にしました。これ使ったらいいやんっていう話なんですが、ちょっとここの座面のところが斜めってまして、気にせずに使えばいいというだけの話なんですが、ドリルの型のまんまの角度の座繰りとなっておりまして、座繰り底が斜めっております。なのでボルトの底が面当たりしないというようなちょっと微妙な感じなんですが、まあ気にしないでいいっていや気にしないでいいんですが、まあなんか気になっちゃうので自作したというような形になっております。ちょっと使うの嫌だなということで自作しました。でこっちのバイスは、昔僕が自分で買ったやつなんですが、こちらいただき物のバイスとなっております。とんこつくんがこの旋盤を買ったつくろうさんがですね、登録者5万人おめでとうございますということでですね、こちらをプレゼントをいただきまして、ラインナップに加わりました。ありがとうございます。あんまりまだ使ってないんですけど、非常に使いやすいです。こいつの位置決めっていうか、こいつの口金の開きを調整するのがですね、まあちょっとコツがいるので難しいんですけど、こいつは非常に簡単にできるということで、今後レビューしていきたいと思います。というわけで PSF550CNC は鉄も余裕で削れるよということで、ちょっとウォーミングアップがてらジグを作ってみたという感じになります。というわけで今回の動画は以上になります。面白かった、参考になったという方いらっしゃいましたら、グッドボタン、チャンネル登録どうぞよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。